会議会でと。はい、これで OK だね。うん。はい、どうも。ドクテツキです。これで OK だね。うん？うん。あー。大丈夫かな？これで OK かな。よいしょ。で、ちょっと待ってね。スマホちゃんでちょっとテスト。いけるかな。はいはい。コウタカさんが入室しました。コウタカさん、こんばんは。さん。が入室しました。こんばんは、こんばんは。このライブ配信を17ライブにシェアしました。コウタカさん、このライブ配信を17ライブにシェアしました。コウタカさん、ナブラ、オヒサオヒサ。コウタカさん、ライバーにポケを返しました。おこしょ、お返しありがとうね。ありがとう、ありがとう。なんだかんだでね、モデルチェンジとかいろいろやってたりとかしてね、結構こう、うん、変わったりはしてるんですよね。かつね、カメラワークをちょっとこれは見にくいか。でもいいかな。はい、この画角の方が見やすいかな。ね、今ね、音声関係の機材もちょっとね、仕組みを一新したりとかして、チャレンジしてて、足りないパーツがあるから後日届くんだけど、なかなかね、うん。ハードウェア依存にするか、ソフトウェア依存にするかで、今までソフトウェア依存だったんだけど、まあ、サレプタスドリーピンさん、いろいろ入手しました。サレプタスドリーピンさん、宝石の精霊、ルビー、1、ありがとう、そしてお返しするわ。サレプタスドリーピンさん、こんばんはです。こんばんは、お菓子をポーク。こんな感じで、ちょっと今テストっていうか、機材の入れ替えテストをやってみてるので、まあ音声関係に関してはいつもより変わってくるんだけどね。サレプタストリーピンさん、ライバーにポケを返しました。お返しありがとう。いやー、ほんと来てくれてありがとうね。日曜日のこのゴールデンの時間帯なのに。うん。それでまあ10時過ぎちゃったか。今一応ね、この中時間は見れるようにしてあるんだよね。こんな感じ。一応ここは私の、まあマイルームというかお部屋というか。久々にちょっとお部屋案内ってわけじゃないけど回ってみるかな。なんだかんだでね、結構このお部屋も使い続けて増えてるからね。ここら辺は変わりあまりないんだけど、うん。こっち側が増えてるんだよね。よっ。写真が。増えました。はい。こういった感じかな。うん。まあ、軽く、まあ、VR 世界でお散歩していこうかなと思いますので、ちょっとワールドラブね。さてさて。いやー、それにしても今日も夏日で暑かったよね。なんだかんだでね、春を通り越して夏？夏。うん、ちょっと悲しいぐらいになっちゃったね。意外がね、2、3枚、うん、着替えちゃったし。いやー、夜も熱帯夜になるのかなと思ってちょっと怖いね。さてさて、どこに行こうかな。ランダムで出てきたところだと結
構怖いんだけど、まあ行ってみるのはありかな。おーっと、これはアウトかな。結構良さそうなところがあったので行ってみましょう。ここでしょーっと。はい、画面安定します。マイクを変えたりとか、ほんといろいろやってると、なんだかんだでね。はい、図書館に到着。簡易的な図書館ですよーってことなので、なかなかね、簡易的というのは結構いいね。あるときにはこんな感じだね。ソファーがあってくつろげるっていうのはいいですね。で、このオブジェ、よく本挟まってたりするようなオブジェあるよね、確かに。さて、昔ってほど昔じゃないけど、ここ、前来たときはね、こんな感じで、はしご判定に驚かされた覚えがある。仕事してんのかなと思ったら、ノート PC 置いてあるね。ここのワールドはこれで終わりかな。こっち側はいけないね。外がない。まあ、くつろぐための簡易的なルームって感じだね。本に囲まれてるのは好きだなとか、そういうパターンの過ごしやすいお部屋って感じだね。ではでは、次かな。VR チャットの中もね、最近アップデート入ったりとかいろいろあって、じわじわ変わってるね。まあ、アバターのバグとかを直すのもね、必要だろうけど。アップデートが入るたびになんかね、何かが起こるんだ。ではでは次はどこに行こうかな。最近行った綺麗なところでもいいんだけどね。綺麗な小部屋っていうのもあるけど、どうしようかね。どんぐりすはいいとして、ブルースカイホーム、精神調ハウス、結構変わったところだったね。綺麗な小部屋行ってみましょうか。せっかくですし、ベスト対応のワールドに飛んできますね。いいわ。ただまあ明日天気崩れちゃうんだよね。はい、では綺麗な小部屋に飛んでみます。結構軽い感じかなと思ったので、過ごしやすいところかもしれない。はい、到着。おほバーが併設されてて、エレベーターがあるね。あ、これはね、アウトだわ。なるほど。あー、過ごしやすいお部屋ってなると、こういうの置いてあるね。曲名がね、こんな感じで、BGM として流すのはちょっと危ないんだよなーと。便所。なるほど。確かに過ごしやすそうではあるね。飯テロで、こっちはな、ペン結構おしゃれになってますね。外装を貼り付けた感じか。で、上の方に行くと書斎、あ、お手紙作ってるね。これハンモックがある。これ座れるんじゃない。ちょっと座ってみましょうかね。
とめり込んでるけど、こんな感じで座れるね。いい感じなんじゃないかな。ただね、ちょっと残念なのは揺れないかな。唐突に降りちゃうパターンだな。結構小綺麗に収まってるので、確かに過ごしやすいお部屋ですね。エレベーターのとこ何があるのかな。これね、こんな感じで移動できるわ。1,2,3、うん、パンに行くにつれてどんどんとね、はい、止めとこう。スリープルーム、ベッドは、あ、一応ここ全体がベッドって感じになってるんだね。で、オブジェクトで目覚まし時計を出せると。で、照明を暗くできますよーってやったね。では次の階に行ってみよう。多分さっき1階だったから地下1階行きましょうか。ゲームルームだね。イワシたたき。なるほど。ちょっと挑んでみましょうか。ノーマルモード。骨になる？なんで骨になる？あ、違う。いや。なんで？なあ、ちょ。アウト。微妙、点数がね、4900。微妙な点数で終わっちゃった。餅つき。こういうのもちゃんとあるんだね。なんで生地？いや、ニワトリか。おお。これなんだ。ビリヤードもあるね。円はどこかな。あ、こんな感じで触るようになるんだね。大体前面にはないよね。
もともとこういう黒ひげって飛ばした方が勝ちなんだっけ？いつの間にか飛ばしたら負けになったんだよね。おー、飛んだ飛んだ。あと1個のとこまで来ましたね。うん、こんな感じ。ゲームコーナーはこんな感じか。お次は B3。 どんなかな。ちょっとさ、ほうほうほう、こんな感じのね、ポータルの置いてあるところだね。ではちょっと次行ってみよう。お次は、ちょっとダンステスト見ようか。これもこれ破綻がないから見たかったからね。ダンスワールドは基本95とか軽いな。基本的にはさ、100とか200軽々超えてくる世界が多いからね。さてさて、カメラこういうとこがいいのかな。では行ってみましょう。よっ、音声前のテスト結構よく問題なかったし、動きに関しても結構いいね。というわけで、ちょっと軽く移動してきました。ここはね、簡単な、休憩とかによく使えるようなワールドでね。ワールド名がね、川床？川湯か？もうないと。で、ここの特徴はね、スイッチで、花火が出せたり、ホタルが出せるっていう夏らしい雰囲気が出せる場所なんだよね。今こんな感じの星空が広がってる。オリオンがいるね。で、ここにあるスイッチを、どっからしよう。こっち側だね。これで OK だね。こんな感じで使いと花火が上がるんだよね。かつね、今ホタルもね出したから風景を見てて和める場所になりました。 いいね。ここ、基本的にこういうなんか過ごしやすい場所探す好きだね。ペンとかもちゃんとあるので、もう追いかけもできますね。ピヨッと。ああ、聞き手じゃないと結構書くの難しいな。一日お疲れ様でした。ほんとなんだかんだで夏日だったからみんな疲れる。あ、すごい疲れたんじゃないかな。よいしょ。まあ、ただ急に雨降ったりとかなかったからよかったかな。はい、というわけで書いてみましたよ。ほな、次はどこに行こうかな。
辺に行こうかな。光の柱に行こうかな。どこに行こうかな。カラオケもありか。いやいやいや。ちょっと不思議なワールド行ってみましょうか。多分一人で行くとね、アルコホラーだから長居はできないかもしれないけど。容量は結構499とかあって重いんだけどね。なのでちょっと安定してます。いや、ワールド419って結構重いよね。まあ 50% を超えてきたのでそろそろかな。70、80、90、そろそろ100だね。はい、到着。ここはね、クータンさんが入室しました。クータンさんなんだよ、ね、ライバーをフォローし始めました。あ、クータンさんありがとうね、来てくれてありがとう、ありがとう。ちょっと待ってね、スマホはどこだ。ここか。ピンポーク。というわけで、ちょっと不思議な世界をね、旅してみようかなと思います。ブータン、思います。ライバーにポケを返しました。交換者ありがとうね。よしよし。で、こっから先ね、結構不思議な空間なので、面白いよ。やっほー。はい、こんな感じの世界なんだけど、今来たのはこの、エアボックスだね。こっからね、はい、やってきましたよ。こんなワールド。クータンさん、よしよししてもらったハート。いやいやいや。ちゃんと来てくれたの嬉しいよ。うん。クータンさん、ありがとう、ハートハートハート。いやいや、こちらこそありがとうね。で、このワールドはね、ひたすら迷路のように、回っていくワールドになります。結構不思議なところが多いんだよね。こんな風になってたりとか。行ける場所がね、結構、わかりづらかったりするんだけど、不思議な空間が多くて面白いんだよね。ただ一人で行くと結構ホラーだったりする。こんな感じ？うん。で、セーブポイントもね、ところどころにあったりするから。すごい距離走ってるけど、まあまあまあ。よっと。で、向こう側に行けるね。うん。はい。こっち側に来ると、ちょっと狭いスペースだね。あ、落ちた。で、エレベーター乗ってと。で、階段をふにゃーっと。こんな感じでね、なんか、騙し絵の世界じゃないけど、とてつもなく深夜世界を歩く感じの世界なんだよね、ここ。いや、ほんとね。どう回っていいか覚えてないからね。ただどっかからね、遠く外に行けるんだけど。お、
あったあった、こんな感じ。これ実際したら結構怖いね。うん、はい、ではでは扉くぐっていこう。どうだっけな、あ、ミスった。はい、別の道か行くか。その世界が多いんだよね、ここ。こっち側に行けた気がする。はい、おっとっと、あ、最初のところ戻っちゃったね。ここね、迷宮すぎて迷宮すぎて。向こうはだっけ？まあ、上行こうか。んー、でも、いや、ほんと迷っちゃうんだよね、ここ。どっかから途中で行けた気がするけど。まあ、このワールドはね、トイレ行くもんじゃないね、やっぱ。別のワールド行ってみよう。はいはいはい。やっぱり違うのか、ここじゃなかったっけ。あ、そっか。ここ迷うと四つ葉だから。あ、いた、うわ、登りづらい。もうちゃんと進んでるよね、これ。うん、よし、さっきと違う場所に行けるね。え、確かこっち側の奥にセーブポイントっぽい何かがあった気がしなくもない。いや、こっちじゃない。ねえ、どこだっけ？ごめん、迷ったかも。いや、盛大迷ってるね。では、どこだ？うん。お、なんかある、なんか。
た。セーブポイントらしきところ来たよ。で、お次が、向こうだね。やっと出れたよ。ここがね、はい、建物から出るとこんな感じ。あそこに駅があるんだよね。で、こっち側だけどっか上に行けるんだよね。いるかな。うん。お、登った登った。怪しい感じのところに来ましたね。ほんとね、でっかいよね、ここ。ほらほら。ノートがある。よいしょ。なんか不思議なところ。ここ座れますね。まあ、ここはこんな感じだね。うん。はい。というわけで、他のワールドに飛びましょうか。次がね、天の川通りに行こうか、沖縄に行こうか。ベリーブラッサムに行こうかな。パラグライダーで遊ぼうか。うん。ちょっと軽くね、空飛んで遊びに行きましょう。じゃあ行ってみよう。画面が暗転します。ここはね、 VR チャットの中の飛行機の中の初心者コースって感じの場所になりますね。はい、こんな感じ。周りを見るとね、こんな感じ、パラグライダーが置いてある。で、飛び方の How to use How to fly。うん、まあ気合で飛べってことだね。ではでは、実際に飛んでいきましょう。はい、こんな感じだね。メニューボタンで、うん、あー、落ちる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 。落ちちゃったね。やっぱり飛行機難しいね。はい、2台目。ちょちょちょ。左手がね、今デスクトップ見ちゃってるから、うん、ちょっと操作難しいかな。もう一回登ってラ
一人チャレンジしてダメだったら諦めよう。はい、飛んでる飛んでる。ダメだった。やっぱりダメだったか。はい。というわけで今日は一旦この辺りで終了します。明日月曜日だからね、ちゃんと寝なきゃダメですよ。ではでは、来てくれてありがとうございました。おやすみおやすみ。またねー。はい。クータンさん、お疲れ様。お疲れ様。ふいふいふいと。クータンさん、またね。またねー。よいしょーっと。